正面玄関倉敷 IB スクエアは、岡山県倉敷市にあるホテルを中心にした複合観光施設。当施設は、江戸幕府の大干書後に、1889年に建設された倉敷宝石創業の旧工場で、1973年に改修され、観光施設として再生された。倉敷宝石の関連会社株式会社倉敷 IB スクエアが経営。 管理し、現在も倉敷宝石の陶器場の所在地である。場所は、倉敷美館地区に含まれ、建物は2007年11月30日に、経済産業省より、近代化産業遺産に認定されている。アーチが、象徴的な、広い東正面玄関は主に宿泊客が利用し、タクシーや観光バスもこちらに乗り入れる。西側入り口はかつて従業員が出入りした。 通用門で、現在は、美観地区側からの徒歩による観光客が多く利用しており、周辺も賑やかである。広場を囲むように、ホテル、レストラン、各種演会場、クラボー記念館などの各種施設が配されている。また、アイビースクエアの由来となった赤レンガの外壁を覆う、ツタは工場であった頃に、内部の温度調節のために植えられた。倉庫を改造した2階建て、 内側の部屋からは中庭が見え、秋は銀南の紅葉が楽しめる。客室は2020年10月に全館リニューアルを完了し、木の素材を生かしたナチュラルテイストなものとなっている。ありがとうございます。